サイン。あ、その意味では坂本監督もなかなか面白いっちゃいけないですけれども、こういうふうな形で選手をね取ってきたということですが、さあ庭のサーブです。あ、これレッドです。ラボール、もうこれもラボール、わずかにネットに触っていました。アウト、このフォアドライブアウトです。今シーズンから TT 埼玉に加わりましたトゥルルス・モレゴード、おー、ワンオールです。すごいボールですね。そうですね、はい、まあヨーロッパのユーストップ10で優勝したこともあります、このモレゴード。そして、2年前の世界ジュニア、3年前ですね、はい、2017年の世界ジュニアで、シングルス準優勝という、うん、そのオーレゴード。お、あ、すごい体が柔らかそうですね。ですね、はい、あのブロックなんかはちょっと普通体の大きい選手はどうしても、うん、特に体の近いところのボールはね、はい、なかなか苦労するんですけど、割合ブロックをきちんと返しましたしね。ただその後がやはりさすがという感じです。にはモーレゴードは現在ワールドランキングはまだ98というところではあるんですが、まあ去年の8月には87位という、これがまあ今のところモーレゴードのランキングとしては最高ランクということになります。まだまだその国際舞台ではそれほど注目をされているというところまではまだ、特にシニアの舞台ではねということでありますが、まあ、ちょっと丹羽選手のプレー注目したいんですけども、まあ、あまりこう受けに回らないで、はい、自分からどれだけこう攻めていけるか。うわ、今はもう全くのノータッチで、そうですね、丹羽も動けませんでした。この後です。台から下がるとちょっと厳しいですね。はあ、確かに丹羽の特徴といいますか、いいところは台の近くでね反応の速い、そして技テクニックがあるわけでありますが、おお入ってる。ああ、これモーレゴードフェースで来てますね。反応もいいですよ。本当ですね。6-5 です。おお、いやーなかなか今のサーブもですね、はい、どんどん長いサーブを出してきたり、あーはーはー、そのコースもやはりなかなかこう読み切れないですね。ちょうど思い切ってフォアハンドを打ち込んでくるので、うん、はい、まあ確かにこれが若いのその若さの思い切りの良さとね、今のボールなんかもう入りそうにもないんですけども、まあ思い切って本当にどんどん振ってくるというというところですね。あっ、いいセブンオールです。昨日は丹羽は第4マッチ、まあ、最後の試合に登場して日作りの前にこれはもう勝って不思議はない ね形だったんですが、日作りがもう途中からもう人が変わったようになってしまってもう圧倒しました。で敗れてしまった丹羽航基ですが、うん、9点目には9-7 です。アウトです。まあ、モーレゴールも、
丹羽を見習ってるわけじゃないんですけど、結構台の近くでこれだけ大きな選手ですけれども、はい、今プレーをしてたんですが、はい、アウトだ。第1ゲームは11対7。まあ、最初はモーレゴールドペースになるのかなと思ったんですけれども、中盤以降は丹羽が逆転して結局そのまま、はい、そうですね、本当に、はい、まあ、当たる瞬間までですね、こうどういうラケットの角度を出すのかわからないような、バックスイングからこう打ち出すので、本当に相手は対応が遅れますね。これまあ横下の回転 で、はい、で63。あ、そうですね、はい、あ、まあ、多いですね、そうですね、はい。